はい、というわけでね、俺です。ウィッチャー3をね、やっていきたいと思います。これはまた、職人が随分頑張ったようだ。すごいな。最高だな。特にあの壁のところの調度品が気に入った。ロートレックは？張り紙は受け取れたのか？ロートレックが自分で届けるそうだ。もうすぐ来るだろう。さすがだな。カメレオンの宣伝には張り紙が一番だ。開店の記念に特別な出し物を用意してるのか。特に考えてなかったが、ポリーが準備してくれたんだ。あの子は本当に天才だよ。初日の公演では観客が総立ちになること間違いなしだぞ。店名を変えたいとは言ってなかったはずだ。ローズマリー&タイムも悪くないが、なんというか泥臭い格好のウェイトレスがテメリア料理を運んでるイメージが強すぎる。キャバレーの名前としてはカメレオンの方がいい。この店が変身したということも表しているしな。周りからの印象もずっといいはずだ。準備は全て整ったようだな。開店はいつだ？1時間後には最後のリハーサルが始まるわ。衣装を取りに家に戻らなきゃ。お前のおかげだ。気にするな。キャバレーを経営する夢が叶いそうだ。開店を祝って乾杯しよう。おごるよ。もちろんだ。そう来なくっちゃ。棟梁から聞いたが、プリシラと話してたらしいな。その通りだ。それで彼女、俺のことを何か言ってたか？そうだな、少し正気を疑ってしまうようなことを言っていたな。なんだって？お前が責任感のあるしっかりした男だというんだ。冗談だろう？本当だ。気になっていたんだが、どうやってソフロニアから金を借りたんだ？はあ、大変だったぞ。俺たちの演技にすっかり舞い上がって、4時間も本を読み聞かせてやる羽目になった。よりによってマントと探検王だ。まさか手を出さなかったのか？バカか？俺を何だと思ってる？遅い。大事な夜だって知ってるはずなのに。知ってるからこそめかし込んでるんだろう。だから時間がかかる。ああ、女の虚栄心に限度はないな。ダンディリオンさん、プリシラが。どうした？言え。ひどい怪我を襲われたんだ。ビル・メレウス病院に運ばれた。襲われた？怪我だと？ゲラルト、一緒に来てくれ。もちろんだ、行こう。そんな、プリシラ、助かるのか？命に別状はない。重症とはいえ容体は安定している。失礼だが、ご親戚かな？親戚？いや、友人だ。とても親しいな。ダンディリオンかね。彼女が名前をつぶやいていたよ。外科医長のヨアキム・フォン・グラッツだ。最近までオクセンフルト学院で教授をしていた。挨拶は結構だ。怪我はどうなんだ？目の他には。脳震盪、頭部の腫れ、喉の損傷、それから気管と食道内側の火傷。腐食性の液体を無理やり飲まされたんだな。
だいぶ急展開ですね。誰がこんなことを。それはわからない。だが最初の被害者ではないことは確かだ。なぜそう思うんだ。以前にもこういう外傷を見た。忘れられるようなものではなかろう。ちょうど今週安置所に運ばれた死体に似た傷があってな。さらに心臓もなかった。心臓が。プリシラもそうなったかもしれないと。誰が調査してるのか。ここはノビグラドだ。焼かれるのは無実のものだけ。ゲラルト、お前には100回以上の借りがあるが、それでも頼む。犯人を見つけてくれ。見つけて殺してくれ。言われるまでもない。しっかりしろ。何ができるかを考えよう。これまでの被害者の死体を調べてはどうかね。まだ検視はしていない。きっと手がかりが得られるはずだ。驚く必要はない。外科医として予防医学の重要さは心得ている。この異常者の次の犯行を待つよりはそのものを切除する方が好ましい。腫瘍と同じだ。素晴らしい例えだが、その腫瘍はおとなしく待ってはくれないだろう。ご協力はありがたいが、状況を分かっていないようだ。十分分かっている。そして約束する。自分の身は守れると。約束は結構だが保証はできんぞ。剣ではなくメスを振るってきたお方ならなおさらな。この傷を見ろ。遠慮するな。何がこんな傷跡を残すと思う。棍棒、モーニングスターが。どう思う。治療中に襲われたとでも。もう一度言おう。自分のしていることは分かっている。その上で協力したい。死体安置所に入れると思うか。正面の入り口からか。無理だ。だが下水道から中に入れる。下水道。よくそこを通るのか先生。必要に応じて。予防医学の研究のためにな。代替療法ってことか。荒療治だな。面白い。歩きながら話そう。いいか。準備はできてる。楽しみだ。犯人が誰であれ何とかしてやる。それがヘメルファルトでもな。ありがとう。先に行け。それで先生が下水道で実践している予防医学というのは。考えてみろ。ドラ、聞こえたか。さっきから何度もだ。武器を構えろ。食えんだよな。ああ、逃げていいか。さあどうする。
まった。次はどっちだ。もうすぐだ。プリシラはどうなんだ。取り繕わずはっきり言ってくれ。傷は回復する。だが声については懸念が残る。女吟遊詩人にとってどれほどひどいショックかわかるだろう。生きていく意志を失うことが。治せないのか。それができるのはご友人のダンデリオンだけだろう。マジで。足をお使い。ここだ。急げ。早く終わらせた方がいい。なぜだ。他に行く場所でも。邪魔が入るかもしれない。例えば検視官やナサニエル・パストディ牧師だ。よろしい。ドワーフの木彫り職人の遺体を探そう。指にはタコ、ヒゲには大がくず、樹液でベタついた服、このドワーフだ。よろしい。血を見ても足がすくんだりはしないだろうな。まさか。検視解剖を始めろ。どこを見る。生殖器だ。調査しなくては。事件に関係があるとはとても思えんな。確かめよう。ズボンを下ろして。くそ、性病だな。初期段階だ。拡散は見られない。関係があると思うか。犯人の潜在的動機としてはあり得る。足には気になる点があるか。右足だが、足首が腫れて爪が割れている。何かを激しく蹴った跡だ。それで蹴りがついたならいいが。何言っとんねん。冗談にふさわしい時じゃないと思うがな。悪かった。外科医ってのは感性がずれててね。ユーモアの感性も異なるな。最低だったね。手にミミズバレ、燃えた縄による火傷だ。縛られてたな。縛られていなければ誰もこんな拷問には耐えられんだろう。経験に基づいた話か。ああ、被害者としてな。トレトゴールの牢獄で1年過ごした。いずれ聞かせてもらおう。タコを見たか。指輪をしていたが誰かが抜き取ったようだ。胴体を調べよう。どれどれ。左側の胸郭に深い傷がある。腹部全体にわたる傷跡もあるな。腹腔を開いてくれ。言っておくが、匂いはひどいぞ。下水に腰まで使ってズーグルと戦ったことがある。だから待て。復讐がしないぞ。ホルムアルデヒド、医薬品だ。希釈した場合、生体組織の保存に使われるが、濃度が高い場合は酸よりも強力な破壊性を持つ。腐った匂いがしないわけも、喉のやけども説明がつくな。傷跡を見ろ。細長い切り傷だ。だが傷口はギザギザだな。関係ない。見ろ。腫れもあざもない。古傷だ。作業場での事故じゃないかな。胸の傷を調べよう。心臓が摘出され傷は焼かれている。えぐい。ちょっと待て。他にもある。卵だ。両生動物の。人影か。焦げているが無傷だ。学生の頃、爬虫両生類学の講義を受けたことがあるが、死体に卵を産む両生類は記憶にない。つまりコクラン教授の誤りか。これが犯人の仕業かだ。
頭部を見てみよう。焼けた髪の匂いがする。火をかけられたようだな。他に気づいたことは？例えば両目がくり抜かれていることは？これくちゃくちゃ言ってました。くちゃくちゃ。口を調べよう。やけどに水ぶくれ。プリシラと同じだ。見ろ、喉まで達する切り傷だ。確かに細くて一目では見逃すな。小型で極めて鋭い器具だ。メスか。だがなぜ？出血させるには傷が小さすぎる。そして腫れた跡がある。殺人犯はおそらく気管切開を行った。被害者があっさりと死なないようにな。目のあたりのは火傷の跡か。ああ、それと何かの粉、灰のようだ。とても細かい。犯人は目玉をくり抜き、燃える炭をくぼみに入れた。そのようだ。傷の様子から見て被害者はその時点ではまだ生きていたらしい。情報はこれで十分だな。教えてくれるか。私には一向に真相がわからん。どんな動機がありえたというんだ。猟奇的な儀式だ。見ただろう。目のやけど、くり抜かれた心臓、やけどを起こす液体、すべて熱や火に重点を置いている。永遠の炎か。この手がかりを追いたい。男の名前はわかるか？ファビアン・マイヤーだ。そして私は検察医のフーベルト・レイクだ。検視解剖に来たが代わりにやってくれたようだな。相変わらず他人を問題に巻き込んで無用な干渉をしてくれる。こちらはどなたかな？生徒だ。勤勉でね。いくつか質問がある。手短にな。ナサニエル牧師が視察に来られた。間もなくいらっしゃる。知り合いなのか？私はフーベルトに医学の処方を教わった。昔のことだ。勉強不足だな。未だにお前は基本を理解していない。医師の役目は病気の治療であって、世界の救済ではないんだぞ。少しも変わらんな。褒め言葉か？違う。事実を述べたまでだ。30年を経て少しも変わっていない。木彫り職人の遺体どこにあった？教えてくれ。捜査する気か？面白い。死亡したのは作業場だ。市場の南、ファーコーナーズの門のそばだ。女吟遊詩人が襲われたのもそこだと騒ぎになっている。だが木彫り職人の死体を運んできたのは死体収集人のユースタスだ。彼と話すがいい。すぐそこで見かけた。ああ、ようこそ牧師様。こちらの方々はいかなる事情があろうと誰も入れてはならんと言ったはずだが。ですが個人の知り合いで遺体を迎えにいらしたのです。関係ない。すぐにお引き取りいただけ。仰せのままに牧師様。皆さんこちらへ。別の道からお帰りください。なぜかばってくれた？自分の身を守ったまでだ。誰かが死体安置所に入り許可なく死体を切り開いたと知れたら大変なことになる。ヨアキム、お前はそんなこと考えもしなかったか？変わらんな。まあお前のわがままは容認できんが、この殺人犯には虫唾が走る。事件に関する新しい情報が入ったら知らせてやろう。うん、助かるよ。
ナサニエル、何者だ。クズだ。永遠の炎の衣をまとうにふさわしい輩さ。大半は衣をまとう前から悪党だ。彼もそうだ。装服を身につける前、ナサニエルは拷問官だった。特に女への拷問を好んでいた。その後、ヘメルファルトから死体安置所の監督役に任命された。聖堂衛兵団とのやり取り、火葬の指示、聖堂での葬儀ミサなどを取り行っている。ふん、理想の仕事だな。牧師、随分不良な牧師でしたけどね。検視官と知り合いなら下水道を通らずに済んだはずだ。知り合いだからこそ避けた。この話はここまでだ。話が済んだかどうかは俺が判断する。彼とのつながりは何だ。古い話だ。だがどうしてもというなら、1242年の学生抗議運動を知っているか。私がリーダーだったんだが、フーベルトに当局へと告発され投獄された。そういうわけだ。次に何をする。手がかりはたくさんある。木彫り職人の作業場、男を発見した死体収集人、プリシラが襲われた路地。私も病院へと戻らねば。だがお前の捜査に幸運を祈っているぞ。俺もお前から目を離さんさ。怪しい。ああ、この町を出ることがあればな。曲がすげえ良かった。